はい、どうもこんにちは、クコです。最近ね、まあ、Jリーグがシーズンオフっていうのもありますけど、まあ、クコはJリーグの動画全然上げてねえじゃん、もう思うねえ。で、まあちょっとね、チャンネル登録の解除っていう人も結構いると思うんですけど、まあちょっとまだ正式には決まったわけじゃないんですけど、おそらく来週ね、ヴィッセル神戸のACL の試合も見に行きたいと思うんで、まあそれ見に行って動画も上げたいと思いますし、まあ開幕したらね、まあちょっとどんぐらい行くかとか決めてないですけど、まあそれでもやっぱ1試合でも多く行きたいと思うんでまたよろしくお願いします。んで、まあもちろんサッカー関連の動画とかも以外も上げてますけど、ちゃんとサッカーの動画も上げるんで、で別にサッカーの動画でも例えばシーズンオフ、ちょっとあんま私もねやることってあんま思いつかないんですけど、ちょっとこういう企画を、まあ、例えばなんかどっかの、ね、チームになんか浦和レッズとか、あ、まあ横浜 F マリノスとかね、まあの話をしてほしいとか、そういうのあったら別にするんで、まあ要望あればコメント書き込んでくれれば、ね、私としても嬉しいです。まあただ絶対コメントとか書き込んでじゃあそれをやるかでは分かるんですけど、そのコメント見てるんで全部参考にはします、間違いなく。で今日はね、私前アンケート機能、まあ多分アンケート機能使ったことなくても使えると思うんで、まあ、多分これの通りやりますけど、アンケートやります、アンケート機能で、コミュニティ機能ですかね。で、まあ、あとまあ正直 J2 のチームは J2 と J3 のチームは、まあほとんどのチームのファンサポーターの方には申し訳ないんですけど、でもJ2 のチームもね、まあ多分自分がね、徳島ヴォルティスの試合見に行ってるんで、まあ徳島だけなりますかね、おそらく。まあ多分対象は徳島サポーターだけになるかもしれないですけど、まあただそれとも他のチームもねある可能性あるんで、まあ J2 と J3 のファンサポーターの人も見てくれれば嬉しいですし、まあ J1 チームはまあ対象になってます。アンケートやるんで、まあちょっといつかあんまり決まってないですけど、近々ねやりたいと思うんで、ぜひとも協力してくれれば嬉しいです。まあこれお知らせ動画ですけどね、まあそういうことです。まあ、ただね、皆さんぜひともこのチャンネル本当によろしくお願いします。なんかこれ見てる人ならわかるかもしれないですけど、文化人放送局のアビルさんっていうね、産経新聞の記者いるんですけど、人が産経電子版を宣伝してるみたいに、ね、雰囲気になっちゃいましたけどまあ私もアビルさんもね宣伝する気持ちは同じなので、自分の、まあ、アビルさんは産経新聞のデジタル版ですけど、私はまあジュエシーの自国語チャンネルですけど、まあちょっとでも面白いと思えばね、皆さん周りの友達、学校の友達、会社の同僚、先輩後輩、お父さんお母さん、おじいちゃんおばあちゃんで、子供さんいる方はまあ息子さん娘さんにね紹介して、こういう空港チャンネルサッカーの動画 J リーグの動画上げるよとかね、チャンネル登録したらいいことあるかもしれないよとかね、いいことあるかもしれないですし、なんとかしてくれればと思うんで、本当に皆さんよろしくお願いします。今ここでは見れないですけど、顔出してないんで正座してますよ本当によろしくお願いします。はい、では終わります。ありがとうございました。